動画の視聴ありがとうございます。シレクス専任講師根本と申します。本日は、こちら今年受講者お二人を呼んでいろいろお話を聞こうと思います。初級受講生、中上級受講生、皆さんのためのいい話になると思います。いろんなね、テーマに沿って話しますので、下の方の概要欄のところにいろんなテーマが載ってると思います。全部聞きもよし、自分が聞いたところだけ聞きもよし。ぜひ最後までお付き合いください。ではまずはお二人、ご自己紹介の方をお願いします。お願いします。はい。令和2年度合格者の小板橋美智子と申します。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。はい、令和2年度合格者の須藤雄一郎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。お二人受験経験は何回ぐらいになりますか？今年で5回目で合格できました。はいはい、どうですか？私も一緒で、ちょうど5回目で合格しました。でどうです、周り見て5回っていうの多い感じですか、少ない感じですか？どうぞ。あ、はい、5回は結構いらっしゃる感じがして、まあ、3回とかもいらっしゃるんですけど、まあ、たまにすごい10回以上もいるんですけど、結構平均的なんじゃないかなって私の感覚では思いました。というかまず合格者の最近お会いします、今年って？あ、なかなか機会はないんですけど、合同説明会などで、お会いする機会があった時になるべく自分から積極的に話すようにしてます。どうですか？私はあまりその会う機会がなくて、で、まあ、中でもちょっと口述試験の後とかにちょっとお話した方とかだと、やっぱ7回とか、まあ、あとは3回とかは多い印象でしたね。あ、なるほど、はい、いや俺この状況なんで、皆さんどういつもあったら祝賀会だとか、研修だとかいう形で会いますけど、だって今ほとんど研修ってないですよ、オンラインですよね今年。あ、そのように伺ってます。オンラインでほとんど、研修はやっぱりオンラインに皆さん受ける感じですか？そうですね、オンラインっていうお知らせが来てたので。なるほどね、はい、となかなか交流って難しいですね、今年は。そうですね、はい、なるほどね。じゃあちょっとまず初めなんですけど、なぜ司法書士を目指したのか、差し支えないレベルで構いません、お願いします。じゃあお願いします。あ、私ですね、私はもともと損害保険会社で正社員と働いてたんですけど、まあ、とある理由で仕事を辞めて、まあ、しばらく派遣社員として働いてたんですけど、なんかやっぱ正社員としてまたしっかりなんか一生懸命働きたいなと思った時に、まあ、転職活動をしたら、まあ、やっぱ保険関係の仕事しか受かんなくて、でもなんか違うことやりたい、まあ、と思って、たまたま、まあ、こう思った資格の中で、やっぱ数字が苦手なんで会計士とかは無理だなと思って、で、まあ、法律かと思って、まあ、司法試験はちょっと難しいのかな、じゃあ司法書士はと思って、まあ、ほんとざっくりした感じで始めたのがきっかけです。あ、もともと、ね、こう司法書士になりたいという方向というよりも、その独立、なんかその手に職をつけたいというところからスタート。そうですね、私の場合は本当にそういう感じで始めました。なるほど、どうでしょうか？私は最初平成26年度の行政書士試験に合格しまして、まあ、そのまま独立しようって思ってました。正直最初は思ってたんですけども、まあ、父が司法書士をやっていまして、で、まあ、事務所でちょくちょく、まあ、こう父の手伝いじゃないですけども、まあ、補助者としてこうやり始めてたので、そこでやっぱお客さんとこう司法書士がこう対面してこう実際最後までこう仕事を完了するまでこう流れを見てて、まあ、やっぱ30年続けてきた父の事務所をこうそのまま継ぎたいなっていう気持ちが出てきて、まあ、せっかくだったら挑戦できる環境があるんであれば挑戦しようかなっていう気持ちで最初臨みました。なるほど、なるほど。すいません、もし問題なければなんですけど、はい、挑戦しようと思ったら何歳の時ですか？26、27ぐらいの時ですね。はい、ある意味ちょっとある意味その年齢の時って周りって結構もうバリバリ働いてるじゃないですか、た時にその勉強に行くってところになんか抵抗ありました？私はもともとその就職活動して営業職やってたんですけども、そこで、まあ、営業をして実際こう数字とかを作って、で、まあ、将来的には、まあ、父も見てたのでやっぱ独立したいな、で行政書士を目指したって感じだったので。なるほど、なるほど、はい、終わったんですね。なのでそうですね、そこからまあ確かに抵抗はあったんですけども、まあまあ幸いちょっと父のところで補助者として働けるから、そのところで勉強をさせていただいた形です。お仕事と勉強って比率どれぐらいでした？
私は比較的個人事務所で、うん、小さい事務所なので、うん、それでも64ぐらいでしたね。どれぐらいでしたか。はい、私はじめ派遣社員で働いてたんですけど、うん、やっぱ結構両立できなかったので、うん、3年目ぐらいからはもう本当にほとんどアルバイトたまにするぐらいの、うん、ほとんど専業受験生でした。専業って形だったってことですね。はい、なるほど、そんな感じだったんですね。今日専業は専業で結構きついですよね、精神的に。なんかきついですね。やっぱ周りはちゃんとバリバリ働いてる友達とかもいたし、うん、でそれしかやることがないっていう意味、ある意味なんかこう追い詰められる部分はあったので、うん、で何回やっても受かんないし、うん、結構本当に辛かったですね。そうなんですよね。でも働いてないっていうのはその勉強に専念できるってあるけど、落ちたらそれしかないっていう。そう、そうなんですよ。私はもう本当に受かるか落ちるかその2択しかないから、うん、落ちたらただの人、うん、受かれば合格者になるんで辛かったです。でごめんなさい、ある意味その点違いますよね。そうですね。だから私も結構言ってるのは、3回目くらい勉強したら実は事務所に勤めろって言ってるんですよ、うん、でそうすれば落ちてもスキルは絶対上がるじゃないですか、多少は。でそうしないと落ちた時のこう何か自分の心の持ち場ないんですよね。そうですね。確かに先生が4回目に落ちた時に、うん、事務所勤めろって言いましたね。そう言ってるんですよ。おっしゃられて、うん、ただちょっと、タイミングが合わなかったんですけど。なんでそういうとこ考えると、気持ちが楽なのかなっていう面もあればけど、やっぱ勉強に支障が出るっていう人もいますもんね。そうですね。人によってね。周りどうでした、仕事してる人多かったですか。そうですね、補助者の方が私の知り合いでは多かったイメージがあります。うん、はい、どんな感じですか。いや私は半々ぐらいですね、うん、専業の人もいるし、うん、本当に普通に働いている方とかもいらっしゃいました。あ、なるほどね。ちなみに、はい、私は違うんですけど、お二人とも受験生のお友達はいた方ですか、いない方ですか。私は小板橋さんが同じクラスだったので、うん、根本先生のクラスで、うん、で、あとはそうですね、数人ちょっとご挨拶するぐらいで、たまにこう心境状況をお話しするぐらいの、はい、中の方はいらっしゃいました。うん、どうでしたか。私も須藤さんとはお友達だったんですけど、あとは本当に数人こう挨拶をする程度で。どうなんですかね、その受験の時って友達を作るって人が多いのかそうじゃないのかっていろいろあるなと思って見てて、まあいろいろあるんだなって思って、はい、じゃあ今は、今どうですか、どの状況ですか。今は研修待ちの感じ。今一応就職活動しつつ、研修が3月から始まるので、そんな状況ですね。ぶっちゃけどうです、就職活動今。いやまだ全然、私事務所見学行ってるだけで、あ、見学って何ですか。あ、そうみたいです。私も全然知らなかった、知らなかったんですけど、事務所見学行って、それから面接に進むみたいで、でなんかこう噂にはなんか聞いてたんですけど、売り手市場だよって言うから、なんかちょっと自信ないんですけどって言ったら、売り手市場だからどんどん行った方がいいって言われて、でもちょっとまだ分かんないですね。どうなの。じゃあ手探りな感じなんですか。手探りです。今親御さんのところ、私はそのまま、他のところも行こうかなっていう考えもあったんですけども、ちょっと自分の予定よりも、長く受験生の期間がかかっちゃったので、もうせっかくだったら、独立して、今まだ父も健在で、現役でやってるので、それを見ながら、経営面っていうところも勉強してって、独立っていう形でやっていこうかなと。親御さんのところ の、お父様が初心でお子さんも初心受かるっていう方って結構いらっしゃると思うんですけど、そういう心理って多いですか。あんまりない。たまたまレックの合格の、報告会の時にお話した方で、いらっしゃいました。はい、でもあんまり聞かなかったですね。はい、あ、なるほどね。いや、お父さんが初心で子供が勉強してまで行くんですよ。で、子供が受かったはそこまで大きくないんですよね。なんか悪い話じゃないか。やめ、これなんかまずい話じゃんって。ちょっと話を一回変えよう。勉強始めたのは5、6年前なんですけど、ぶっちゃけ聞きたいんですけど、なんでリックじゃなかったんですか、初め。
私からいいですか。どうぞどうぞどうぞ。もうはっきり言ったのもうこの予定表完全に無視してますからね。あの私は本当にあの本当に先ほどお話ししましたけど、うん、まあ、ざっくりしたイメージで、うん、あの勉強を始めたので、うん、あの勉強を始めるところもざっくりとした感じで決めて、うん、一番家から近かったっていうところで、うん、ああなるほどね。家から近いを選んだね。家から近さを選びました、うん、なるほどなるほど。やっぱ通うってことを考えた時に近いところが一番と。そうですね、まあ、一応なんか通学の方が勉強を続けられるのかなと思ったので、うん、まあ家から近い方がいいのかなと思って、うん、たまたま発見したところで、うんうん、もう始めました。まあ、そう、あのそこの場所を選んでくださ、はい。どうだったんですか。私はあの費用面のところからね。あ、はい、そこからやっぱ始まるんだ。そうですね、あのもちろんあの入ってみて、うん、当然テキストの内容とかが本当に充実してるし、うん、過去も充実してるし、うん、入ってみて分かったんですけど、うん、入る前はやはりやっぱ、そのやっぱ密、ね、あいみつじゃないけど、まあね、比べて、うん、まあ、やっぱ手が出しやすかったっていうのが。やっぱ比較するもん。私はしました。あの行政書士の時から、うん、まあ、いろんな予備校さんは知ってたので、うん、名前は。なので、まあ、ある程度その資料請求するところから、うん、やっぱそこを見ちゃいました、うん、はい、なるほどね。じゃあそこはあんまり見ずにとにかく近ければいいと。そうですね、私本当に比較しなくて、うん、あーって思いましたね。あー、ここにもやっぱいろいろあったんだと。あ、知らなくて、うん、あーなるほどね、そういうことなのか。やっぱりいろいろ、はい、そういうのあたりいろいろあるんだなと思ってね、うん、ちなみにあの勉強を始めてどれぐらいでなんだこういわゆる基準点に近いところに行きました、はい。3年目ですね、私は。どんな感じでした？私も3、基準点は3年目で、うん、はい、あの乗ってきてって感じでした、ね、うん、そうですね。あの基準点乗ってからがだんだん勝負がきつくなるんですよね、うん、あのそこまでの点数は上がったとしても、そこからその後あと難問っていうのがなかなか難しい。そこ入れると今度逆に変な、今まで基本的なものはどんどん落とすになり、その両立がすごい難しいなと思うんですが、他のところでやったのは何年間やってましたか。3年目ですね。同じ。私は4年目。4年目で、はい、あの切り替えようって思ったきっかけって何ですかね。あ、私はあのその3年目、まあ、不合格で、うん、まあ、4年目ちょっと体調が悪かったんですね、うん、で、まあ、あの大学病院に通院してたんですけど、うんうん、でちょうどその大学病院の近くがレック水道橋本校。またそれかまたそれか、近いってどこか結局はあ、そう言われてみたらそうですね。そう、今気づきました、うん、それ重要ですよ。重要だよ、近いところにあるとやっぱ重要だね。でたまたまあの先に合格された方に、うん、あの根本先生の授業がいいっていうのは、うん、聞いてたんですよ、うん、で、あ、もう、あ、すみません、近かっただけじゃないです、うん、それを聞いててで、なんかたまたまその病院帰りにあの会社法のあですね、ターゲットの2019年のターゲットの会社法の第1回 の、うん、あの事前に電話してあのお試し授業を受けさせてもらったんですよ、うん、はいはいはい、それでもうすごい衝撃的で。ああ、そうだったんですね、はい、何が衝撃だったか私は分かりませんがどうだったんでしょうか。なんとなくその受験歴が行政書士から長くて、うんうん、同じテキストをずっと使ってやった方がいいっていう、まあ、なんでしょう、そういう意見もあって、うんうんうん、で私もそれかなって思ってたんですけど、うん、実際に、ちょうど小板橋さんが、受けていたその直前の、択一予想の時に、うんうん、あの先にレックに行ってて、うん、私は違うところだったんですけども、うん、そこで会って、で授業も受けて、あ、この先生いいなっていうのが思って、まあ多少そのやっぱりその自分の確立してたやつを一回まあぶっ壊すというか、まあ多少抵抗があったんですけど、ただやっぱりその4年目にその3年目にこの択一の上乗せが10問あって、記述で落ちて、で総合点も行ってた、で4年目に東連とか受けててもある程度点数が出ちゃう、同じのに多少慣れてしまってたのかなと今思うと、うん、そういう時期があったので、まあ、一気にこうやっぱり今年にかけてた思いが強かったので、うん、まあ、やってみようと、うん、いうことでレックにこうお世話になって。やっぱ抵抗ってありますよね、今の勉強ってだいぶ違いが違いますもんね、うん、はい、
あのなんだあの多分そちらの予備校さんと結構その基本を固めて、でそこでなんかそうや同じものを繰り返して伸ばしましょうみたいなやり方だし、多分うちは多分そういう方向ではないと思うので、多分そのやっぱ抵抗は強かったし、初め結構面食らいませんでした。だいぶ面を食らいましたね、はい、やり方がだいぶ違うってところっていうのは、はい、あどんな感じでしたか。そうですね、やはりあの、まあ、基礎をしっかりっていうのは教えてもらってて、うんうんうん、でも逆に根本先生はなんかそうじゃないみたいな感じで、うんうん、やっぱ基礎は当たり前で、うん、やっぱ知ってる人が勝つっていう、うん、そう物量作戦だったのは、そうです、その言葉は本当に私もそうなのかなと思って、うん、やっぱ知ってる人が勝つんだなと 思います、うん、今は本当に、うん、まあ、本当にどっちが正しいかなんてもう合格者によって全然違うと思うので、多分本当につくづく思うのが、そのずっと勉強が長くなっていて、あのやり方を変えないっていう人がやっぱりいらっしゃって、それはいいもあるとしもあると思うけど、悪い方向に振ってる人も結構いるなと思うんですよね。あの同じことやった方が気持ちいいので、あの変えなくて気持ちいいから、だからそれで成績伸びないんじゃないかなっていう人がやっぱりいるんじゃないかなと思うんです。